ちだと思ってたんだけど、ない方が可愛い可能性ある。こんにちは。みんなはどっちが好き？こんにちは。そう、前髪ね長いのよ今。もうすぐ切るんだけどさ。あ、ピカピカピ。こんにちは。こんにちは。髪型による。確かに。でも今日の髪型はなんかめっちゃ太って見えた。あの広がっちゃって髪の毛がさ、もう今日のセットだとすごい崩れちゃって、すごい広がっちゃって、あのオープニングめっちゃ太って見えた。好みは前髪あり。じゃあ悩んでみよう。明日はありでやるか。今日前髪復活できそうだったら復活するけど、無理そうだったら諦めるわ。こんにちは。じゃあちょっと合間にね、合間に昨日1号さんからカメラ、いつもカメラオンデマのカメラやってくれてる1号さんからいただいた31を食べながら配信しています。こんにちは。もたさんありがとう。いい人ありがとう。私さ、自分の卒業前に初めて今日泣いたかも。で、卒業の話するときいつもね泣かなかったんだけど、実感したわ今日の公演で。なんか私さ、なんかバラードもう聴かせるバラードとかよりはさ、あの明るい曲の方が泣けちゃう人なのよ。僕の対応は良くなかったね。違うの、さやの目の前の人が泣いてたんだよ。そう、私がね、一番面白い。そう、目の前にいてくれたファンの人が泣いてたから。あ、やばい、手がアイスになっちゃった。だからつられて涙が出たわけ。こんにちは。こんにちは。ということで今日のポジションはね、私本日がラスト、次がラストですから頑張ります。反省しています。全然反省しなくていいのに。嬉しかったのよ。嬉し涙よ。だから言うたらね、こんにちは。だから謝んないでね。ケンケンさん、尊いギフトありがとう。こんにちは。さやに眩しすぎてさ、ありがとう。うん、楽しかったね、めちゃくちゃ。昼公演見させていただきました。お、ありがとうございます。あ、でも僕主理の時にさ、なんかトラブル起きてそうだったけど大丈夫でした？立ち見。こんにちは。おいしい、このアイス。チーズケーキ入ってる。よかった、戻っていらしたのね。心配してたのです、楽屋でみんなで。よかった。僕汁振り間違えたしね。今客席にいる。昨日今日一昨日と、てか今日昨日、今日昨日一昨日と
毎日ここで配信してる劇場の客席で。え、もう卒業公演の当落って出てるんですか？怖い話。こんにちは。いかがでしたか？お弁当あった？まだ見てないんですよ。こんにちは。会える方はぜひ会いましょう。一人でも多く当たってたらいいな。外れちゃったの？悲しい。こんにちは。一般はまだあったりしないのかな。この後夜行きます。お、楽しみましょう。一般はまだあるの？じゃあまだ希望は捨てないで。昨日の夜当落出るまで落ち着いて仕事できなかった。確かに。こんにちは。もう近づいてますな。夢にサイレン出てきた。可愛かった？夢の中の私。よいしょ。出演料払ってもらわないと困るな。こんにちは。でも好きな人夢に出るってめっちゃ良くない？いいな。最後に村山ゆりさん夢に出てこないかな。一回も出てきたことないかも。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりちゃんのステッカー置いてきたよ。え、プレゼントに？本当に？嬉しい。鬼のランダムのやつ。あ、待ってさ、それ自分のやつとセリちゃんのやつ、ひなのさんにさっきもらった。このぐらいの。あ、そうです。すいません。ごめんなさい、持ってきちゃってもらってて。ありがとうございます。640円です。はい。あとでも大丈夫ですか？ごめんなさい。はあ、ダイエットとはって感じですけど。こんにちは。僕の太陽って本当にいい曲だよね。本当にいい曲。こんにちは。え、なんかその鬼のランダムのシールってビックリマンシールぐらいのサイズの、あのチームカラーのシールですか？あ、私それひななさんにね、セリカとさやかもらったの。嬉しい。ケロさんお疲れ、ありがとう。キャロンさん可愛い人ありがとう。見て可愛い、ありがとうって入ってる。マネージャーさん優しすぎ。マジでこれ何、どんぐらいぶりのタピオカ？何ヶ月ぶり？半年ぶりとか。普段飲まないんだよね。
ロンさん可愛い人ありがとう。お疲れギフトもキャロンさんありがとう。でもそういえば今からこれを飲むのでお弁当は食べられません。そう相場は決まっています。マジマジ。横入ってる。こんにちは。待って。めっちゃこぼれた。ちょっと待ってケンケンさん、ギフトありがとう。めっちゃ足にこぼしちゃった自らの足に足首ジャバジャバジャバってよいしょ。こんにちは。レッツさん、ギフトありがとう。ヒラリンさん、ギフトありがとう。ケンケンさん、ギフトありがとう。みっちさんギフトありがとう。ちゃんギフトありがとう。久しぶりにタピオカ見たな。そんなマジで鬼久しぶり。でも今日の夜公演を乗り切れば明日は1公演だけ。でもポジション違うから振り起こししなきゃいけない。残念残念です。待って、めっちゃこぼれる。明日もいるのに今日泣いちゃう。明日もいるの？じゃあ恥ずかしいよ。じゃあ謝ってもらおう。謝んなくていいよって思ったけど、明日もいるんだったら謝ってもらおう。冗談だよ。こんにちは。毎日公園出てんのよ。タピオカもっちもちよ。今日のダンスもキレキレ。本当？なんか今日でもあんまりオープニング元気ないなって自分で思っちゃった。いや、ちょっとね、元気が出なかった。体がね、悲鳴を上げてたんだけど、後半中盤ぐらいからアドレナリンで元気元気でした。あとアミノ酸飲むの忘れてたんだよね。アミノ酸で最近ね、筋肉の修復を
企ててるんですけど。できたできた。いいじゃん。今日飲むの忘れて公園前に。ひまわりの前に飲んだんですよ。疲労は蓄積してたね。なんか今日私が体疲れてるなって気づいた、体疲れてるなって気づいたポイントみんなに教えると、着替えの時にあの靴下履く時にさ、けんけん状態になるじゃない、一旦その立って靴下履く時ってさ、片足で立って靴下を持ってみたいな、じゃ あれがさ、いつもならすんなり履けるのに、ずっとさバランス崩しておっとっとおっとっとみたいな感じでさ履いててさ、あ疲れてるんだなって思った。踏ん張りが効かない。踏ん張りが効かなくて疲れを感じた。めちゃくちゃ詰まってる、ここでこれが全然出てこない。すごい吸引力必要なんだけど今。最近立って靴下履くのが辛いです。そういう時は無理しない。タピオカね、久しぶりに飲んだら美味しいね。これは黒糖タピオカラテ。ここまで上がってきたよ。ミルクティー飲めないんでミルクティーないです。ただの黒糖と牛乳にタピオカをイン。オープニングで一番体力消費するのはオープニング縛りだったら雫ですね。 A は3曲しかないからあんま疲れないし、国体も1曲目があんまり動かないから、 歌メインだから雫がオープニングだけだと一番疲れます。こんにちは。マジで公演終わりお腹すく。こんにちは、たかしさん、ギフトありがとう。タピオカ腹持ちめっちゃいいよ。芋からできてるからね。炭水化物だからめっちゃいい。すごい塊。うん、新幹線気をつけて。今日のポジションも明日のポジションも早替えがある。今日のポジションはでもめっちゃめっちゃ早替え、なんか竹内先輩って呼んで着替えて反対側から出なきゃいけないの。マジで忙しい。でもね、明日のもねめっちゃやばいの。日暮らしの恋って靴がめっちゃ難しいの。サンダル履いた後に紐をこうやって足に巻きつけて結ばなきゃいけないんだけど、それがめっちゃ大変で、そう帽子忘れたの。だからそれが忙しすぎて、前回ぐらいに。だから頑張る。ポニーテール絶対できないから全ポジ帽子ある。私がやってる2ポジとも。
当はしたかったんだけどね。うん、ほんでも見て、そう、右の方でラブベリー話で盛り上がってるけどさ、ラブ&ベリー通ってないから何にも分かんない。私の年代やってあんまりやってなかったんだよな、みんな。そう、夜公演行く、お待ちしてます。今日は6時からか。最後カメラマンさんずっとサイに映してくれた。そうなの、恥ずかしい、あんなブスな泣き顔。泣き顔ブスなことが悩み、最近の悩み。マジ止まらんかった涙。あの見送りの時もずっと止まらんかった、耐えてた、ずっと。なんか最後かって思ったら悲しくなっちゃった。もうこの景色見ることないやと思ったら悲しくなっちゃった。なんかでもね、みんなと約束したよね。サイが泣いてたらみんなが笑って、みんなが泣いてたらサイが笑わなきゃいけないのに。だからさ、今日笑わなきゃいけないターンだったのに泣いちゃった。悔しい、公約達成ならず。非常に悔しい。頑張ろう。でもまあ今のうち泣いておくことで出場公演を笑顔で終われるっていう説ある。こんにちは。うまい。国体でさゆりに会ったから無理やった。思い入れがね。こんにちは。でもさ、あの出場公演の目標は、まあスピーチの時は致し方ないとして。泣くのはね、曲中本編とかつ失業ブロックは泣かないって決めてんの。そう決めてんのよ。頑張んの。雫で涙出そうな曲ってなんだろう。虹の列車。とかかな。あれ明るい曲だからやばいね。罠。待ってさ、シンポジだからめっちゃ必死で泣かないんじゃない。次のポジションのこと考えてるから。最悪。最悪です。集中しろよ。でもシンポジで必死になりたくないから今もう練習始めてんの。偉くない？いつもさ、シンポジってさ前日にやるんだけどさ、振り起こし。シンポジ前日にやるんだけど、今回はもう始めてんの。
偉すぎ。なんかさ、そのまあその雫がねもう組むのが結構ギッチギチなんですよ。人数が本当にいなくて、なんかいっぱいいるところはいるんだけど、いないとこが本当にいないみたいな感じで、そのちょうどね彼女のポジションが誰もいなくて、いるんだけど、ひーちゃんとひーゆかちゃんがいるんだけど、ちょっとご予定があれでして、でまあ彼女ちょっと彼女ってさめっちゃ歌詞良くない？私最後に歌うのにさあまりにもいいと思ってさ、なんか卒業セレモニーに1曲増えたぐらいの気持ちでやろうと思ってる。歌詞めっちゃ良くない？今から旅立つ私に対してめちゃくちゃいいじゃんと思って頑張って歌います。泣くやつやんな、顔見ないでね。彼女でさえ全員の顔見るつもりでやるから、250何人のみんなの顔見るから。だからさ、最初で最後のポジションだからさ、絶対間違えたくないの。もう取り返せないから、間違えたら。いや、めっちゃ頑張る。ひらりんさん、ギフトありがとう。今日も配信終わったら振り起こしします。もうね、出業公演当日は4時間ぐらい早く入って練習します。お金が落ちてる、誰ですか？落としたの。ニコニコで見て。あれしてよ、彼女の歌詞みたいに涙目でみんな笑ってくれたらいいんだよ。涙目で笑った。いや、歌うのはやめよう、本番に残しておこう。今日サイリウム折れた、どういうこと？でもう買ったの？めっちゃ早いじゃない。すごいスポットライト浴びてた今。隣の人に1本借りた。すごい衝撃の事実ね。ぜひ来てほしい。飛行機ね、無事飛ぶことを本当に祈る、マジで。こんにちは。卒業公演オンデマ見ます、ぜひ見てください。最近は折るペンライトないんかな。あ、でも A のコンサートでさ、千織さんの親衛隊やった時パキッてタイプのペンライトだったよ。サイリウムっていうのかな、あれは。過去一サイリンファンが集結、嬉しい。なんかさ、最近ちょっとご無沙汰だった人も来てくれるみたいな噂を聞いたよ。折るやつ禁止、あ、劇場はダメなんだ。なるほどね、折るやつね。でもなんか卒業発表したらマジで、ね、なんかお久しぶりの人めっちゃ見るようになった。劇場でえみたいな、そう久しぶりじゃないみたいな、嬉しい。なんかそういうのこと嫌いになったわけじゃないんだと思って、
嬉しかった。そう、ちょっと熱がさ冷めちゃったりとかさしてるだけだったんだと思ってすごい嬉しかったです。嫌いになったわけじゃないならね嬉しいですよ。みんなであれしてよ、タイのスタッフらの前でみんなで集合ショット撮っといてよ。後で送ってもらおうかな、みんなに。サイリン合成しとくわね。さやさん、あの集合写真撮る日に学校休んじゃった人みたいな合成の仕方しといて、もう何かさやがピースしてる写真入れといてよ、休んじゃいましたみたいな。そのあれ、自分の一番の高橋さやかの一番のオタクは自分やと思ってるから、ファンの方、行けなかったファンの人みたいな感じで直接さやをこう 休んだ人みたいに入れといて、こんにちは、白の縁取りでさ楕円みたいな。なんか今日755でピースしてる写真送っとこ、昨日ピースした写真撮った気がするから。いやでもなんかもっとなんかやりたい合成があったら任せるわ。仕事なの？誠ですか？ありがとう。頑張ってね。余韻で頑張ってきて、公演の余韻で。劇場に向け出発、気をつけてきてください。スタッフら何色かな、マジ楽しみ。あると信じてるけど、あると信じてるけど、ある前提で話すの失礼な気がしてきた。なんか何もかも楽しみ、全部楽しみ、みんなが来てくれることも楽しみ。あれしてください、みんなで赤振ってくださいね。さやのドレスがどんな感じなのかも楽しみにしてて。デザインなんかまだ実物はあのフィッティングまだなんで、実物はまだあれなんですけど、なんかデザイン画みたいなこういう感じですよっていう、そのデザインを見せてもらったの、絵を。可愛すぎた、やばい。でね、私がそのお願いするときにこういう感じでって写真を送ったんだけど、その写真がそのデザイン画の左上に入あの貼られてて、それも込みで可愛かった。そうなのでドレスを見たときにまず何を
形はね、色は全然私があの勝手に決めたけど、形はこれっぽい感じでって言ったやつがあって、何かなっていうのも予想してください。ぜひ見たら、私がドレスを着てるのを見たら、まずうわってあの感想をまず思い浮かぶじゃないですか。綺麗だなとか可愛いなとか、わかんない、かっこいいかもしれないしね。で、あ、何色だと思った後に、え、これは何の、あの何をイメージしたやつなんだろうってのも考えてみてください。で、めっちゃ実物まだ見てないけど超楽しみ、楽しもうね。一般もね、まだやってるっぽいんで、ぜひお願いします。ということで、そろそろ終わろうかな。振り起こしたいしね。あれするわ、今日は夜やるかも。昨日はごめんなさい、あの無理すぎて寝ました。信じられないぐらい無理で爆速睡眠をとったんですけど、今日は明日が朝早くないから、もしかしたらあの本当に無理すぎたらあれやけど、多分ほぼ確でやるんで、短いとは思うけど、ぜひ見に来てください。また夜も、じゃあ夜公演よろしくお願いします。ランキング読みます。13位しゅんごさん、ありがとうございます。12位ドクタケさん、ありがとうございます。11位ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。10位やすさん、ありがとうございます。9位ありさちゃん、ありがとうございます。8位はさっぴさん、ありがとうございます。7位たかしさん、ありがとうございます。6位もたさん、ありがとうございます。5位こうちゃん、ありがとうございます。4位ひらりんさん、ありがとうございます。3位やちさん、ありがとうございます。2位けんけんさん、ありがとうございます。そして1位はきのんさん、ありがとうございました。このさ、公演のさ、連続の時8時間とかちゃんと寝てんの偉くない？爆速で寝ることによって睡眠時間を確保しています。ですので今日で一旦3日連続は終わるので、夜また会いましょう。ではまたね、バイバーイ。